こんにちは、ワンコの母ちゃんです。今日の動画は、褒め上手になろうっていう内容になっています。うちでは子犬に一番最初に教える言葉っていうのがあるんですよ。それは待てでも座りでもなくって、そうそうそうってそうそうっていう肯定の言葉ですね。うちでは子犬が生まれんと一番にこれを理解してもらえるように、子犬が何か上手にできたなと思うたびに、そうそうって言いながらおやつをあげたりだとか、そうそうって言いながら撫でてあげたりだとかしていますな。そうそうって言われるとね、嬉しくなっちゃうね。でこれが何の役に立つかっていうと、クリッカートレーニングって聞いたことある方多いと思うんですけれど、このぐらいのクリンカチンカチンってクリック音が鳴る犬のしつけ用の器具なんですけれど、あれがいいところは何か一つコマンドをかけた時に、おやつっていうのはそのコマンドが完成した後に報酬として今上手にできましたねってワンちゃんに理解してもらうためのものですよね。で、クリッカーがいいのは、例えば呼び戻しを教えている時に、来いって言った時にふっとこっちを見て行こうかなって犬が思った瞬間に、それをそうそうそうって褒めてあげられるんですよ。だから新しいコマンドを入れる時だとか、新しいゲームのルールを教える時には、このクリッカートレーニングがあるとものすごく犬の理解が早いんですね。あ、こうしてほしいんだっていうのが犬に伝わりやすいんですよ。ただ母ちゃんそのクリッカーをいつも子育ての時はポッケに入れるのを忘れていたり、例えば子犬が正しい場所でクンクンクンって排泄をする仕草をした時に褒めてあげたいのに手元にクリッカーがないとか、あとはお散歩してて引っ張らないでって言った時にこっちを見てちょっとゆっくりになった時にそれを褒めてあげたいのに、おやつだとこう一度戻ってきてその母ちゃんについて歩いてる仕草を中断して報酬をあげなきゃいけない。で、その代わりになるのが、そうそうそうっていう言葉で、母ちゃんの動画見ると、多分口癖みたいに、何かちょっと上手にできたたびに、そうそう、そうそう、そう上手、そういいねって使ってるのが、わかると思うんですけれど、で、これ、例えば、ぽこちゃん、寒いのね。ちょっと降りて。はい、いい子。よいしょ、おやつも用意するからね。ポコちゃんはおやつがある方がテンションが上がるんです。やる気なかったのに。シャシャカですか。おやつは最終的に上手にできたねって渡す分には犬ももちろん嬉しいし、でこうやってちょっとやる気のない時でも、例えば読書の時にベイト使うのもそうですけど、テンションが上がるんですよね。で、これ母ちゃんが何に一番この「そうそう」を使うかっていうと、実は読書の時です。訓練競技会なんかは本当セーフのみで、声の情報のみを頼りに犬ってハンドラーに従うんですけれど、これが読書だと全く逆で、ほぼ無音で読書のお作法が進んでいきます。で、これまず子犬が生まれたら、ある程度意思の疎通ができるようになったのが、一番最初に教えるのがステイって言って、これも母ちゃんは台譜とてんてん、ほぼ台譜だけで教えてますね。綺麗に立ってねっていう意味で一言綺麗っては書けますけど、細かい微調整なんかはほとんどシフト台風で、ここで、だからこれがうちの綺麗に立ってねの台風なんですけど、母ちゃんがこうやって立ち上がってこうやんだけで、プラリスは
しっかりとあのショーサイドしか引いてないな。これが滑るのかな。ポコちゃんちょっと待ってごらん。ちょっと待って、これが多分滑るんだね。ここでやってごらん。そう、こうやって足の揃え直しも、母ちゃんが一回これをやるともう一回あのきちんと足を揃え直してって、でこの目に沿って体を合わせたかったら今度こういう向きで、そう、あのドッグショーの進行ってほぼ無音で進んでいくんですよ。あの訓練競技会の時みたいにハンドラーとあの音でのコミュニケーションはほぼ取らないで、やらなきゃいけない、まあ、周りに他のワンちゃんもいるんでね、邪魔にならないように、やるんですけれど、これを教えん時にコマンドは一セーフきれいねってかけることもあるんだけど、コマンドがなくてももうこれでできるのは、この上手に立った時にそうそうそうって、そうそう上手、もう一回そう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 って、あの母ちゃんが体に触って修正しなくても、あのポコちゃんがしっかり自分で綺麗に立った時にそうそうそれよそれよって褒めてあげる、こういう風にあのショーの練習ってするんですね。でそれ以外にも、例えばあのミニピンが大好きなあのドッグタイムレース、あれ50メートルのレーンの中を飼い主に向かってワンちゃんがブワーッと走ってくる、ポコちゃんこっち行ったらレースなんかも、あれ最初全く初めてだときちんとゴールまでゴールできなかったりするじゃないですか。あれ母ちゃんいない、どうしよう、こんな急にサークルの中に入れられちゃって、母ちゃんあんな遠いんだけどあっちに走っていって大丈夫かなって不安になっちゃう子って多いと思うんですよね。でそういう時にも呼んで来なかったら飼い主の方を見て一歩踏み出した時にそう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 って褒めてあげる。そうすると、あの、あ、今やろうと思ったことが正しいんだって、母ちゃん褒めてるって、あのその行動を継続するための自信になるんですよね、犬とって。例えばこれも引っ張り癖とかだと、あの前に行きたくてグーって引っ張ってん時に名前を呼んでふって振り向いてくれた時にそうそうそうって、あの犬ってあれダメこれダメって育てるよりも、母ちゃんはあの飼い主がポコおいで、母ちゃんがポコちゃんに何をしてほしいのかが上手に伝えられると、案外あの思ってた以上にコミュニケーションがスムーズにいくと思います。だからこの母ちゃんも時々言い忘れちゃって、あの場面でそうそうってちゃんと肯定してあげれば、あのもっとこれ早く覚えたなとか、あのゲームで勝てたのにとか、そういうのまだ多々あるんだけど、せっかくの便利な日本語で、そうっていうのは日本語だから、もう肯定の気持ちが言葉にしっかり乗ってくれるから、あの飼い主の気持ちを汲み取るのが飼い主の気持ちに敏感なミニピンだったら、もうそうって言っただけで、何回か使うように心がけていけば、あっという間に母ちゃんがこれ肯定してくれてるんだって、あのあっという間に覚えてくれるはずなんで、ぜひあの何か新しいことを教えようっていう時はそうそうそうって口癖みたいに言ってあげるのを癖にしてあげると、もっとスムーズにコミュニケーションが進むと思うし、呼び戻しもあの来た時におやつで褒めてあげる、でもそうじゃなくって行こうかなって思った瞬間にその行動自体を褒めてあげると、本当あの覚えてくれるのも早くなるし、あの呼び戻しの確率も高くなってくると思います。特にあのミニピンなんかだと呼ばれて行こうかなどうしようかなって迷ってん時の行こうかなの時にそうだよおいでおいでっておいで読んであげるとそうね上手ねこういう風に
飛びついてきてくれる神、育ってくれると思うので、ぜひあの便利な日本語そうを積極的に使ってみてください。ポコおいで。はい、はい、うちのかわいいポコちゃんとワンコの母ちゃんでした。面白かったなと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いします。